サウナミネン、サウナとアートスペシャル。今回は群馬県四万温泉にあるアートとホテルが融合した新湯治ホテルルルドにやってきました。おしゃれな館内でアートともちろんサウナも楽しみたいと思います。サウナの本場フィンランドで生まれたロウリュ。サウナストーンに水をかければ体の芯から温まる。自然の中でロウリュを味わうバレルサウナ。自宅で楽しむならナチュラルスパロウリュ&ドライ。ロウリュ式サウナはナチュラルスパで検索。こんにちは。こんにちは。お願いします。お願いします。ホテルに一歩足を踏み入れただけでまさにアートを感じますよね。こちらはどのようなホテルなんですか？当館が使われなくなった旅館をリノベーションしたアートホテルとなっております。2020年にオープンし、今年2023年3月にリニューアルオープンしたホテルとなっております。こちらのブルーのネオン、サイン関係は流れだとか青を意識した形となっておりまして、こちらの奥には常設でアートが見れる展示場もございます。こちらは四万温泉エリア内なので、温泉はもちろんプライベートサウナもあるんですよね？はい、ございます。サウナはちなみに温度何度くらいなんですか？サウナは80度ぐらいとなっておりまして、ビギナーの方でもお楽しみいただけるサウナとなっております。いい温度ですね。はい、楽しみです。はい。Sometimes you just hear static. It doesn't mean you gotta change your ways. That's just life someday. こっちがサウナかな。おお、コンパクトでいいサイズ。これはオートロウリュかな。木のぬくもりというか、あったかい感じがする。温度80度くらいだけど、体感温度はもうちょっと高めかも。今の時期紅葉の季節だから綺麗でいいよね。あ、冷たい。いい温度。よかった。どうだった？新湯治ホテルルルドのサウナとお風呂は。来週も四万温泉エリアにあるサウナを体験します。サウナストーンに水をかければ体の芯から温まる。自然の中でロウリュを味わうバレルサウナ。自宅で楽しむならナチュラルスパロウリュ&ドライ。ロウリュ式サウナはナチュラルスパで検索。